はいどうも、よい風景です。イース7の実況プレイです。さあ、風の聖地の攻略の続き、やりましょう。とりあえずイベントアイテム入手しましたね。まあ、念のためセーブしとくかな。ちょっと念のためここで。変なとこだけど。前回から続けて、収録しております。なんか楽器みたいなものを、まあ多分動かすんだろうなと。まあ、近くにいたか。あ、左の方飛んじゃった。微妙にホーミング効かないか。ちょっと、使い方がなかなか難しいかもしれない。多分レバーをニュートラルにしておけば、ホーミング、っていうかまあ狙ってくれると思うんだけど、オートターゲットみたいな感じで。だけどこれコントローラー調子悪くて、微妙に左に常の方向を入れてる感じなんでね。使いづらいですね、これがね。やっぱりコントローラー変えた方がいいよな。ちょっとなかなか厄介ですよ。よし、一体します。よしぞこいつは楽勝ですね。あの木みたいなやつが2体いるとやばいね。あ、いるいる、2体いる。2体はきつい。とりあえずゲージ貯めて、危ない危ない危ない。あ、うまいかんかったな。そろそろか。とりあえず1体始末しないと。よし、あともう1体。あ、間違った。ここでかなりダメージ受けている。立ち止まって回復できないですよね、きっとね、ダンジョン中だと。これは上に行けたりするのかな。そういうわけじゃないのか。それ何のための風、ただの演出かな。よし、壊滅させましたね。そろそろあれか、アドルでやるか。前すら消耗してきた。あー、こいつがいるな。どうするか。相手するの嫌だな。それ混乱してくるんだよね。いや、待って待って。混乱向こうあるからつけようか。どれだっけ、ルーンピアスだっけ。だね。いや、しかし斬撃効かないぞ。なかなかしぶとい。属性合ってないもんな。でもマイシェラもう限界だからな。わーっと、ちょっとこれ回収して、石碑ないかな、この辺りに。状態上さえ食らわなければこいつ雑魚なんだけど。ここは何なんだろう。わ、上の方に進めるか。でもこの下まだ全部見てなくない？あ、なるほど。採集できるだけか。まあ、放っておけばいいか。あ、これ、使うのかな？あ、違うな。ん？扇風機がある。なんでそこ冷やしてんの？なんでここ冷やしてるの？この扇風機の方向変えるとか、いうことかな。それ楽器だよね、例の。
これをオンにすると、うん、あれここじゃないのかな、今開いたのどこよ。あ、ここじゃないっぽいですね。ちょっとさ、戻った方がいいってことかな。さっき開いたのここかな。ちょっと降りてみる。そうするとどうなんのこれ。いや、何も起きてないですね。これ何なんだろうな。この扇風機邪魔だよね。あ、なんか動かせるのかな。あ、動かせますね。おお、すげえ。そういうことか。そしたらじゃあこれも動かすか。なんだ、破壊したりするのかと思ったら違った。なんてからくり。 なんか開いた。あ、そこの風でまた前白さんのスカートがめくれるとそういうことか。そしたら、あ、なるほど。さあ、この先にボスがいるってことですかね。まあ、ボス倒す前にあのアトゥールと同義の剣を入手したいんですよね。だけどもまずはまあここでボス見てみますか。まあ、どんな感じなのかね。まあ、戦術を見てみようじゃないか。敵の手の内をまずは調べてから、あと技なんかもどうするか考えたいからね。さあ、どんなやつなのか。割とリング広めですね。アイシャ今回後方支援だね。みんなをこう応援してるよきっと。頑張れっつって。変な匂い。うん、腐ったような、うん、汚れの気配。あ、鳥がいるって言ってたね、村で。そういえば空中の敵を倒すの大変なんだよね、割と。これはでも射撃属性有効なんじゃないかな。まあ、属性的な意味ではなくて戦術的な意味で。狂乱鳥カバケロス。あ、なんかハシビロコウみたいな顔してるね。うん、とりあえず前シャラにして、あ、ダメージ取りやすいね、前シャラ。射撃有効なんじゃないか。ああ、引き寄せられる、引き寄せられる。これはちょっときついな。わーっと。HP4 万近くあるね。ちょっと待った。トルネードでも、カスタ程度ダメージか。あ、石になった、石になった。うわ、ちょっと待って。どんな感じかな。これは、5分の1ぐらいですかね。初見でこのくらいか。だから前のボス、前の、カニのボスか、初見で撃破寸前まで持ってたから、前のボスよりも5倍ぐらい強いということですかね。あ、まあちょっとうるさいんで、ロードしますけど、これ射撃有効な気がするな。でも道義も結構いい感じで当てられたんですけど、うーん、どうするかな。愛車入れてみるかな。まあ、ちょっと考えてみるかな。とりあえず全員分の装備を鍛えてみるかなっていうのはありますね。まあそんな感じで、まあいろいろ考えてみたいかなと思います。
勝ったー、マジか、勝った勝った いやーあれだよね、壊れるぐらい強かったああ、皆さん聞いてください。今日はね、まあ、休みだっていうことで、まあ、収録目いっぱいできるぜっつって始めたんですよ。そして1日が終わろうとしておりますこのボスに始まり、このボスに終わる。今日は、ああ今日更新できるわ。ああまあ4時間やってたね、5時間やってたかもしれないね、もしかしたらねわかんないね。まあ、休みやってたんで、わかんないんですけど、まあ、収録開始したのが、まあ、0時ぐらいかな。で、まあ、12時間以上経ってるんですけど、まあ、ずっとやってたわけじゃないんで、まあ、だからその3分の1ぐらいプレイしてたかもしれないんで、そうすると、だからもう4時間を確実にやってたんじゃないかなという。あー、辛かった。もう、なんていうか、丸1日、こう、働いた気分ですよ。今日はいい夢見られそうです。はあ、ああ正気ね、そんなのあったね。もう疲れた。ああ前白さんクールだね。まあ誰か一人倒されたね。ああなんかもう呆然自失な感じですねこのボスさ、なんか皆さんのコメント見てるとなんか異様に強いみたいだね。いや強かったです。フェルガナかと思いました。プレイするゲーム間違ってんじゃないかなって。フェルガナ並みのボスでしたね。僕も暴走したい感じですけど、もう疲労困憊なんで今日はやめておきます道義には申し訳なかった。射撃メインで編成しないと、まあ、とてもじゃないと勝てなかった。レベルちょっと上げましたね。だから道義ちょっと置いてきぼり食ってますけど、あ風流様ね、何のために来てたのか忘れました忘れておりました。
収録してるよね。ああ、よかった。ちょっとセーブ取りますね。あとで土器のレベル上げなきゃいけないですね。土器が活躍できるボスも来るといいな。今後、このレベルのボスがゴロゴロしてるとなると、まあ、相当更新遅れたりするかもしれないですね。ああ、綺麗なとこですね。ここでおしっこしたいね、とりあえず。ああ。なんてバチ当たりなんだ。ダメだ、アドル君、そんなことでは。ああ、疲れた。もうボロボロなんですけど。とりあえず今日絶対更新できないと思ってましたわ。収録2日目になるんじゃないかなって。収録1日で終わってよかった。なんかそのうちドラゴンと戦うの気がするんだよね。もっと強かったらどうしよう。文章が頭に入ってこない。アドル君も疲労困憊なんじゃないかな。ドギー以外全員疲れてると思う。ドギーは暇だから食べ歩きでもやってたかもな。あ、読んだ方がいいのかな。海と、じゃあ方は月と月と海の狭間にある大地、人が心を忘れしとき、大地は荒れ、アルタ語の世界が揺らぐ。風は汚れをはらみ、炎の輝きは失われるだろう。資格を持ちし者よ、我が印を与えよう。アルタ語の地が再び迎える姿、滅びを迎えるその前に、我が同胞、最後の一柱のもとを訪ねるがよい。よかった、訪ねるがよい。いやー、もうこれが終わったらちょっと寝ますわ。さすがに疲れました。高速チャージ、なんだそれ。何をチャージできるの。ため攻撃でボタンを押し付ける時間は短くなった。あ、素晴らしい。なるほど、少しこれで楽になるね。さすがアドル君。あ、前白さんとお別れですかね、ここで。何のこと言ってんだろうね。心忘れしときってどういうことなんだろうね。信仰を失ったみたいな、そういう状態だってこと。なんかこう自然の力がこう弱まっているみたいな、そういうことですかね。あ、なんだろう。異変についてお話。あ、なんか話の核心に触れそうじゃないですか。異常現象が発生している。作物の不作、幼虫の凶暴化、異常気象、その他にも様々なものが。なんか関係があるってことなのかな。病気もその一つなのかもしれないですね。風土病ね。イスカ熱か。根本的な原因はさらに以前、おそらく200年ほど前に遡るのではないかと言われて思われます。なんだそれは。五大竜と呼ばれる竜たちと五子族と呼ばれる民がいました。ご子族はそれぞれの竜を崇め、またそれぞれに与えられた役割を担っていました。大地の民シャヌアは豊穣、炎の民セグラムは活力、風の民カイロスは息吹、
海の民エドナは繁栄、そして月の民イスカは調和。我々がそれを守り、また互いに尊重し合うことで、あれたこの調和は保たれていたのです。しかし200年ほど前にある出来事があり、そのうち2つの氏族が失われてしまいました。どういうことなんですかね。戦争でもしたのかな。イスカ熱のイスカ。月の民から来ている、そういうことなんですかね。何があったんだろう200年前にね。なでもなんかよく分かってるの分からないなって感じではあるよね。そうだよね。とりあえずご報告ですかね。そうだね、アドル君関わってるからね。残る一柱の声。海の民？あ、フル回転してます。ドキの脳みそがフル回転している。海ってこと。消えてしまった。そうだよね。知りません。イスカの民はこのアルタ語から消えてしまったと言われています。しかし海のエドナの民は今も形を変えて残り続けています。現在の彼らの住む地はアルタ語市。あ、そうなの？そしてエドナの長とはアルタ語公国君主、現国王カイマール陛下です。そうなのか。じゃあ失われたってのはどういうことなんだ？でもなんか違う宗教を、なんだっけ、三神教だっけを信奉してるんだよね。じゃあ、竜と全然関係なくなったってこと？失われたっていうのはそういう意味ってことですかね。皇家宮殿を残しているのならば、きっと陛下も海竜の祭壇の場所をご存知のはず。やっぱなんかしてたんじゃん、あのおっさん。そういうことだね。報告ついでにちょっと問いたださないといけないと。なるほどね。よし。そうだね。あの親父、問いださないとね。問いださないと。エール首掴んで。あ、ここででもあれか、また会えることもあるでしょ。そうだね、ここでお別れってことはね、しばらくね。はい、あー疲れた。まあ今回はここで終わりにしたいと。次回はもう飛べるのかな。あ、なんか石碑館手にできそうですね。なるほど。まあここに戻るわけですね。じゃあ今回はここで終わりにしようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。